ピエール・ジュール・テオ・ヒル・ゴーティエは、フランスの詩人、小説家、劇作家、文芸批評を、絵画評論、旅行記も残した。日本では、ゴーチェとも表記される。タルブで生まれ、父の転勤で3歳からパリで育った。はじめは画家を志したが、中学の上級生、ネルバルの影響で試作にも励み、学生時代に、ネルバルの紹介で、ビクトル・ユーゴーと出会い、ロマン派詩人として出発する。 いわゆる青年フランス派に属し、1830年のエルナに合戦ではロマン派の先頭に立って活躍している。当時出訳された ETA ホフマンの影響を受けて、愛と死をテーマにした多くの幻想的な作品を描いた。やがて当時のロマン主義者たちの波外れた自我の孤児、感情のトロに反発し、没個性的で正確な描写を試みるようになる。また、 その個人的感情を外界の冷静な描写に流し込むようになり、ロマン主義から脱した。また当時の政府の出版物への弾圧により、ゴーティへの評論等も掲載禁止とされた小説、モーパン城の序文においては、ロマン主義の社会有用説を通列に批判している。一時は画家を目指したことから、感情の美よりも外形の美に心を惹かれ、芸術のための芸術を主張。 携帯と色彩と光沢への美に憧れ、画家や彫刻家が絵筆とのみで表そうとする美を、彼は詩人としてペンで表そうとした。ここから後に高等派と呼ばれる思想が形成されていったのである。ロマンティックバレエのためにいくつか台本を書いており、カルロッタ・グリージが最初に踊ったことで知られるジゼルが有名である。グリジは彼が生涯で一番愛した女性だったが、 彼女がそれを受け入れることはなく、彼は、グリジの妹で歌手のエルネスティーヌと結婚し、二女を設けた。娘のジュデト・ゴーティエも、作家で、その美貌で知られた、明るく、楽天的な性質だったとされるが、その一方で大変な迷信家であったと言われる。晩年の幻想的な作品である、アバタール、ジャガン、精霊などにはその傾向が現れており、スウェーデンボルグの影響も認められる。 1863年に大半を若き日に執筆していたキャプテンフラカスが大きな成功となる。1865年、マティルド・ボーナパルトのサロンに招かれたのをきっかけに皇帝ナポレオン三世の宮廷へつながる足がかりを得た。シャルル・ボードレール、刺繍枠の花関東で従前無傷の詩人にして完璧なる、フランス文学の魔術師、テオフィル・ゴーチエ氏にという献辞を受けた。 ゴーティエ自身、ボードレールの死後に追悼文と、作家論を書き、審判、悪の花の序文となっている。また若き日のラフカディオハーンが愛読し、英訳も行っている。1872年、長年苦しんだ、心臓病により、パリで没し、モンマルトル墓地に埋葬された。これじゃ、フィラデルフィアだ。パリじゃない1860年代に、 知事のジョルジオスマンがパリの都市計画を実施し大きな並木道を作ろうとして古いパリを惜しげもなく破壊したことに対する図書の言葉と言われる。コーティエの詩にはエルネスト・ショーソン、アンリ・デュパルク、ガブリエル・フォーレなどの作曲家が曲をつけており、特にエクトル・ベルリオーズの夏の夜が知られる。田辺定之助役、白水社1948年、新潮文庫2006年。 主な日本語訳、化身、ハシシ吸引者クラブ、二人一役、二重の騎士、アヘンパイプ、夜の訪問者、ナイチンゲールのス、パンの靴を履いた子供、渡辺森明編、解説、舞踊評論、新書館、1994年娘、ジュディットの代表作に、児童文学、白い像の伝説がある。彼女の文学的障害は、吉川淳子、死のジャポニズム、 ジュディット・コーチェの自然と人間に詳しい。田辺定之助の解説。クラリモンド恋する。資料 A。仏大役を参照。巻末に英訳からの日本語訳がある。世界の旅に国々の物語にフランス P189。選手会1978年6月1日。青柳水穂。渋沢達彦編分け。東京草原社。草原推理文庫。 初半1969年、開版2006年、ありがとうございます。